どうも、サバガンです。3000球、それは現代野球における先発投手が壊れるラインとされているシーズン投球数のことです。皆さん、この3000球のジンクス知ってますか？かつてのプロ野球では主力選手は1シーズンで無茶な投球数を投げることが当たり前であり、それでも一流の投手たちはその酷使に耐えて、数々の今となっては考えられない記録を樹立し、伝説的な逸話を残してきた。しかし時代が変わり、変化球の発展や球速の上昇、ポストシーズンや国際試合による試合数増加に伴う登板機会の増加など、投手にかかる負担は年々増加している。その中で近年、1シーズンで3000球投げた投手はその1、2年後に壊れるというジンクスが注目されている。検証してみると、該当者は多く信憑性が高い説ではないかとされており、この3000球限界説が広まるとともに、これまで中継ぎ投手とは違ってあまり論じられることがなかった先発投手の酷使についても議論されるようになった。シーズン3000球を投げても壊れない投手もいますが、球速や投げる球種に違いがあるとされており、特に肩、肘への負担が大きいフォークボールを多投する投手は危険とされているということです。3000球投げても活躍している選手もいますし、まあ、全員に当てはまるわけではないんですが、このジンクスに当てはまる選手は結構います。これからね、3000球の被害者を見ていきましょう。まず1人目は則本貴弘投手です。2014年から2018年まで5年間3000球前後を投げており、その間に5年連続で奪三振王を獲得しました。完投も多く、メッセンジャーと並んで壊れない投手の代名詞的存在だったが、2019年の開幕前に右肘のクリーニング手術を行い、ついに離脱。前半戦を棒に振ったが、手術でシーズン絶望の可能性がある中で、オールスター明けに復帰するという驚異の回復力を見せた。結局2019年も12試合に先発し、5勝5敗。来年以降どうなるかっていうところなんですけどね、まあ、則本選手はもうこの被害者っていうか、もうこの中でも3000球投げた選手の中でも、もう本当に5年間も投げてますし、もう疲労蓄積がねすごかったと思います。まあ、これは本当に仕方ないかなと思いますね。これだけ投げててチームに貢献していれば、まあ、いつかね、肩はもう消耗品ですので、いつかちょっとねこういう手術をしなければならない時期が来ると思いますね。続いては藤浪晋太郎投手です。2015年に3374球を投げ、オフにはプレミア12に選出されたものの、肩の炎症を理由に出場辞退し、翌年以降長期の不調に陥る。当初は2016年シーズンに疲労で不調になっていた藤浪へのケアを怠り、必要以上に厳しくした金本監督がイップスにしたとも言われていたが、3000球限界説が話題になって以降は、2015年シーズンで無駄に中5日登板を乱発して登板数を増やした和田豊監督の責任も追及されるようになったということでね、まあ、ルーキーからね2桁勝利したりね、まあ、活躍してたわけなんですけど、2016年シーズンから2桁勝てなくなって、やっぱ金本監督が厳しいからじゃないかとかね、もう丸々選手にデッドボール当てて、それがトラウマなんじゃないか、イップスなんじゃないかという意見もありますし、この3000球で投げすぎたから疲労が溜まってるからという意見もありますし、いろいろ説あるわけなんですけども、やっぱり藤浪選手はね、本当に個人的にも阪神ファンですので、僕は復活してほしいなと思いますね。次は菅野選手です。2013年には CS を含めて3137球、2015年に CS プレミア12を含めて3031球、2017年は WBC を含めて3016球を投げ、2014年に右肘靭帯の損傷発覚、2016年は肩を壊して痛み止めを飲んで登板して、痛みがひどい時はイニング間に座薬を使用してしのいでいたという話がある。2018年にはクライマックスシリーズを含め3242球を投げ、翌2019年には勝ち運はあるものの、早いイニングでの炎上と基本塁打が目立っており、4月25日のヤクルト戦では3者連続ホームランを食らい、5月15日の阪神戦では4被弾を浴び、自身初の10失点を喫した。シーズン中に2度腰痛で登録抹消していることや、目に見えて投球フォームが崩れていることから、以前からの登板数方が影響していると考えられるということでね、まあ、菅野投手でもこの3000球やはりこう長年投げ続けると、やはり疲労があってね、こうやって肩を壊してしまう、まあ、少し不調に陥ってしまうということなんですね。他にもね、
あの日ハムに移籍した金子千尋投手とか、中日の大野雄大選手とかね、あとソフトバンクの武田選手とかも3000球投げて調子を落とした選手なんですけど、またねちょっと気になる方は調べてみてください。はい、いかがだったでしょうか。そして皆さんね、気になるであろう2019年に3000球投げた投手を調べてみたところ、今年は1人のみですね、千賀投手のみが3000球以上投げていました。でさらにね、プレーオフ日本シリーズでも登板してますので、疲労がかなり蓄積していると思います。肩はね、消耗品とはよく言いますが、その肩の耐久力は選手によってそれぞれです。3000球投げた次の年に絶対怪我するわけでもないですし、数年続けても故障しない選手もいます。例えばメッセンジャー選手とか、5年連続投げてるのにまだね、まだっていうかもう故障せずにね、もう野球人生を終えてしまいました。選手が怪我しないように投球数の管理もね、これから必要な時代になってくると思います。そういう意味ではシーズン3000球っていうのはね、一つの目安になりそうなので、そこに注目して野球を見ているのもいいかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひぜひぜひお願いします。それではさようなら。